州からやってこられました ECLM の方です。違いますね、はい、よろしくお願いします。こんばんは。暑い、こんなに暑いのにマスクかぶっちゃって、すいません。私、ちょっと大っぴらに露出したくないわけがありまして、この状態で失礼します。今週の月曜日、七夕の日に防衛省前の、辺野古の海に杭は打たせない集会に行ってきました。こちらに参加されている方の中ではもう一人、いつもの斉藤さんっていう今年86歳になるおばあちゃんが見えてました。で、四ツ谷の駅からしばらく歩くと、もう大都会のカウンターに来ていて、その声が聞こえてくるんですよ。最後まで意味なく罵る罵詈雑言の中を、ものすごい公安がに囲まれた中で1時間ぐらいの集会を終えました。で、もうとにかくみんなが30日と1日に集団的自衛権に反対して国会前に集まった、閣議決定、1日の閣議決定で辺野古のことと、あと高山ヘリパッドのこともどうも決められていたようです。それで、ちょっとその前に余談なんですが、私が防衛省前に行った7月7日は呪われた日、七夕じゃなくて呪われた日です。1609年に徳川家康が琉球支配を始めた日、そしてもう一つ、1898年の7月7日はアメリカ合衆国がハワイを併合した日だそうです。両方とも島である沖縄とハワイが統治下に置かれた、呪われた日です。来年の7月7日七夕の日になったらまた思い出してみてください。で、それで本論に入りますが、辺野古の、その閣議決定では辺野古の基地に長いことを頓挫してた工事を阻止する市民団体が海にまた座り込みのテントもありますし、で、その制限水域っていうのを拡大しました。これまで沿岸から50メートルだったのを沿岸から2000キロです、2キロで、この閣議決定を受けてフォトジャーナリストの森住隆さん、皆さんご存知かと思いますけど、森住さんがすぐ辺野古の大浦湾に写真を撮りに行きましたら、ジュゴンの歯跡、草を食べている歯跡が沿岸から数十メートルのところまで続いていたっていう、その写真、森住さんの森住隆のフォトブログっていうのを検索してみるとその写真が見れますし、放射能 の、 スリッパとか帽子とかそういう森住さんが撮った写真もいっぱい見れますので、どうぞ皆さん見てみてください。それで、新聞記事をちょっと見切れてないんですけど、同時に高山ヘリパッド着陸隊工事を高江っていうのは沖縄本島の北の方のやんばるの森がある地方にあるんですけれども、高江集落を囲って6つの着陸隊を作って米軍に渡す、その工事のうちの一番集落に近い2つがもう始まってしまいました。で、辺野古も、協力にアピールしてたその内容は、辺野古は普天間飛行場移設だっていう言い方をニュースでもしてますが、そうではない。もう巨大な軍港を新たにとてつもないものを作ろうとしてるんだっていうことで、その防衛省前の集会っていうのはいつも
なんていうかちょっと割とあの年配の方が多いですし、あの撮影者もあんまりいないし、防衛省前の歩道にこう向いて、防衛省に向かってではなくて、もう横にこう広がったような形であの並ばされちゃうので、ちょっとインパクトがないんですね。で、あのその場を見てもやっぱりこう沖縄の孤立っていうのをすごく感じます。それで後でちょっとあのピンク色のチラシをお配りしたいと思うんですけれども、前にもこの沖縄の基地問題の方は、あの生産省前このテント広場に来ていたんですが、あの最近来ないねって言ったら行かなきゃなって言って、じゃあ私がチラシを預かるからってことで50枚ほどチラシを預かってきて、でこの辺野古の、いやとにかく辺野古の都市行動に協力を呼びかける、今こういうことになっちゃってるんだってことをあの呼びかけるあの集会っていうか報告会とデモを7月の19日の土曜日にやるそうなので、そのチラシと説明のあのピンク色の裏に説明がいろいろ書いてあるのをあの新聞記事のコピーを持ってきましたので、後でちょっと配らせていただきたいと思います。あの本当にあの東京のこの米軍、あの沖縄の基地問題のあの運動もすごくなんか孤立してる感があるので、できれば19日の土曜日になるべくあの参加いただいて、あの渋谷まで、千駄ヶ谷の区民会館から渋谷まで歩くデモをするそうなので、あの街の人にアピールができたらなと思います。で、あの沖縄防衛局は名護漁協に30億円の漁業保証金を支払う約束を5月にしたそうです。で、反対漁民は2人だけで、もう防衛局は周りの漁協の船を1200船の席も抑えていて、反対をする 漁船がなかなか確保できないような状態らしく、であの広げたあの警戒区域をあの囲む警戒線の日当は1日4万から5万円、あの漁業の水揚げは1日1万円がやっとだそうです。だからあの漁民はそれで4、5万で警戒線に船を出したってっていうことが今行われていて、で問題はですね、この閣議の時に米軍施設のへの侵入を禁ずる、まあ平たく言うと米軍施設への侵入を禁ずる刑事特別法っていうのがあるんですけれども、これで市民らを取り締まろうとしています。6月28日の琉球新報にははっきりと安倍晋三首相の指示のもとっていうふうに書いてあります。さっきの森住さんの写真フォトブログを見ていただくと、大体あの大まかなことが把握できますし、この反対運動をしているおじさんの船の、まあ、エンジンをバージョンアップするとか、それの、募金寄付のことも書いてありますので、あの森住さんは本当に弱い者の立場に立って、あの真剣にあの危ないところに写真を撮りに行ってくれるジャーナリストなので、あの支援を一緒にみんなでできたらと思います。じゃああの後でピンク色のこのチラシを配らせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。